調整7号は中華人民共和国の液体燃料ロケット。中国港天候業工種が開発を行っており、2016年6月に初めて打ち上げられた。調整7号は旧式化したヒドラジン燃料を使う、調整2号 F と交代するロケットになる予定で、将来的には有人打ち上げに使うロケットはこちらに切り替えられる予定。 調整7号は打ち上げ重量10から20トンをカバーする中型ロケットとして調整2号 F をベースに開発が続けられている。暫定的に調整2号 F と名付けられており、早ければ月探査機の乗画計画中に使用される見込み。調整7号は第1弾に調整5号用に開発されている UF-100 ロケットエンジンを2機装備する。 K3 から1を使い、その周囲に UF-100 を1機装備する K2-1 をブースターとして装着することで構成される。第2弾には UF-115 ロケットエンジンを4機持つ。UF-115 は水力15トンほどのケロシン、液体酸素エンジン。また2機の UF-75D を持つ第3弾を追加でき。 静止トランスファー軌道や月探査機などの打ち上げにも使える。UF-75D は現在、調整3号シリーズの上段として使われている液体酸素、液体水素エンジン UF-75 の改良型とされる。調整7号の打ち上げ能力は地球低軌道に13.5トン、太陽動機軌道に5.5トン、また、有人宇宙船なら、 地球低軌道22.5トンとされる。これまで調整2号、3号、4号ロケットが担ってきた主力ロケットの座を引き継ぐ予定。改良型の調整7号号は2020年に運用が始まったが最初の打ち上げには失敗しており、中国の主な宇宙開発が全般的に遅延する可能性が指摘されている。2021年には 調整7号改めの名で打ち上げに成功している。ありがとうございます。